み出したよしあすごい他人数相手の極みあるかっこいいおおすごいかっけえ今の極みめっちゃかっこいいんだけど歯応えないな完全に殺したけどめっちゃかっこいい今のあーヘルメットかぶってるあ、おはようこんだけしかついてこなかったのかでもいやスーツ着てるわ挨拶ができへん人間は建設もできへんでほれやるなしでかはい朝にはいおはようございますおはようございますなんややればできるやないか会社ごっこみたいで可愛いな初めからやるか理不尽な先生だ。あの親父？あ、何や？あや。本当に俺たち真島建設なんて会社やっていけすか？そりゃ不安にもなる。カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんて。あ、そういえばそうじゃん。ノウハウもない俺らじゃ無理よ。そりゃ不安にもなるわ。そりゃそうだわ。あ、痛い！痛い痛い。ノウハウがない？何弱気のこと言うとるんや鼓膜破れちゃうそんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないやろでも何にも知らないし僕たちだから務まらないんじゃないかって話なんですけど西田頑張れ頑張れ西田この程度の仕事ネットで調べてとっとと建設や兄さんネットを過信しすぎやそんなええかなんかこうちゃんと知識ある人を迎えるとか今日からわしらの新しい人生が始まるんや極道ではなく肩身として不眠不休で働けやもう極道気分抜けてないもん全員給料抜けやよぶち殺されて怖い怖い怖い本当に殺されそうだしブラック企業逃げれないからなしかも君らついてきた時点ででもまず爆弾探せって言ってたわ爆弾の方はどうなったなんか進展あった30個は解除すごっ今島のおじきが解除すごっ兄さん解除もできんのなんだ私こっから爆弾探しパートみたいなの始まるんかと思ってたけどやるなぁじゃあ西田死にそう西田の顔死にそうだよねえほんまに使いすぎや西田を赤谷ほんとはい噛んでしょそれいや西田これ信頼してないとできないよな兄さんを次は青やなほんとすごい信頼関係やなここほんまああ怖い怖い怖いないよかったー故郷に残してきたお袋のことを思い出すそれはしょうがないなんでおかんと爆弾が関係あるいやもう死ぬかもと思ってるんだよお袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったせやからこうして解除しとるんやろんがでも親父これでこの配線を解読できるんですかアホか俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないよねばそうだよねこうやって勘を働くといいやないか、ね、なんで最後兄さんに任せたの勘なんすか何よお前俺のこと信用しては怖すぎるそんなことはないっすそれなら早やれんけいこれ西田が切る必要ある犠牲一人増えてるよねあ兄さんが完全切っていくば最悪兄さんと犠牲で済むんだけど西田巻き込まれてるよねへい面倒やどちらあかん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 神様の言う通り決まった本当赤谷親父親父生きるか死ぬか選択なんですもうちょっと真面目にやりましょうようっせえボケもう赤に決まったんやかわいそうすぎるそれ貸せやあ、兄さん
お、あー、びっくりした、ちょっと待って、兄さん、な夢ね、あ、夢、夢本当、ちょっと待って、わかんない、死んだ、嘘でしょ、夢だよね、夢だよね、怖い怖い頭アフロになってそうそういう生き残り方しそう、西田にギャグ補正がかかってるかどうか、これで西田死んだらかわいそうすぎるよ、私ワンワン泣いちゃうよこれで西田死んでたら、あー、いたー、よかったよかったさすがだな兄さん、いやよかったわほんまに、いや西田も西田がねぎらわれてもいい、私が西田の肩揉んであげたい、本当によく頑張ったわ、でもこういうのを乗り越えてまたやっぱ兄さんってすげえんだってなりそう。